まもなく試合スタートしていきましょう。レッドサイドユニコーンバーサスブルーサイド和心の試合です。波動ファイト。さあまずパラメーターから見ていきましょう。両チームともに、シールドプレイヤーは1人ずつ。さあユニコーンは1人をですねスピードマックスの5、そして、ね、大きさが3という、ね、比較的大きめに振っております。その代わりに打てるエナジーボールの球数が、ね、1というね、ぐんと球数を減らして一撃必殺のようなね、パラメーターをの、アタッカーを入れてきてます。さあシールドを先に展開してきたのはユニコーン。さあ和心は失点をせず冷静に対処しました。非常にいい試合ですね。さあ、前半戦40秒、終了したところで先制点を決めてきたのはユニコーン。ここで一気にシールド2枚張り出して、さあ1点の差、追いついてきました。さあかなり1点が大事な試合だ。ラスト20秒。さあ、うまいですね。斜めからシールドに入る前のアタッカーを抜いてきました。この1点のリードを守りきれるか。さあ和心すべてのシールドを張っている。そして追加点。さあ残り3秒追いつけるか。ここで試合終了、1対4で和心の勝利です。おめでとうございます。